急に太っちゃって幸せムードにしちゃってね、自分の料理美味しすぎて。はい、どうもひもとこです。今日はねバレンタインが近いということでね、普通にねチョコまあ作るんですけども、それとは別で面白いものを作ろうと思って、この間彼女がふるさと納税で手に入れたこの佐賀牛、これをですねチョコレートソースで食べたいなと思いまして、ホワイトチョコと普通の、ね、ミルクチョコを使って2種類のねチョコレートソースを作っていこうと思います。それでは行ってみよう。ホワイトチョコソース、材料こちらね、ホワイトチョコ、白ワイン、クリームチーズ、カマンベール入りベビーチーズ、本当はカマンベールチーズ良かったんですけど、ちょっと量多すぎたんでこっちにしました。小麦粉入れるとねその分離しないらしいので、それじゃあクリームチーズ5缶、5缶カマンベールチーズ5缶、もう1丁5缶、ラスト5缶、ホワイトチョコ半分、おえぇ5缶うわぁ怖いよ。食べて大丈夫なものしか入ってないから食べても大丈夫だと思うけど、ちょっとね高級なお肉に入れたくない高級なお肉つけたくない、つけたくないなぁ。あれ、こんなところにステーキがある微妙だったらこっちにつけて食べます。彼女は優しいですよ、彼女すごい優しくて全然怒らないです。嫌な顔しますけど、嫌な顔とか困った顔よくしますね。あーでもなんかちょっとチーズソースっぽくなった。あれこれいいよ、ちょっと味見してみよう。なんだろう、ちょっとホワイトチョコ強いな、入れすぎたな。赤ワイン追加します。赤ワインじゃねえ、白これ追加して、甘いんで最後塩で調整しますね。確かに半分入れたらそりゃ甘いよね。半分も入れたんだよ、なんで半分入れたんだろう。お塩どんぐらい入れる、わかんないから適当に入れる。どれ、味見。お、いいんじゃないの、ホワイトチョコの風味、いい感じのミルクの風味と軽い甘さと、あとチーズのいい感じのね味と、ちゃんとしょっぱさがあって、これいいんじゃない、成功きた。うん、あ、うまいうまい、いけるいける美味しいのできた普通のチーズソースみたいな感じですね。いや、お肉と合うかわかんないですけど、いや、ソースとしては美味しいと思います。次のミルクチョコのソースの材料は、赤ワイン、チョコ、醤油、ニンニク、味噌を入れていきます。このレシピは何にも見てないですよ。分量とかも適当でいきます。赤ワインをね200ぐらい入れます。立たせてアルコールを飛ばしていきます。ニンニクとチョコって合うのかな、怖いんでちょっと一緒にいきます。結構入ったのかな、これは。でも今のとこ美味しそうな匂いですね。じゃあ入れます。こんなでいいかな、あれ怖いよこれ、こんなん食うの、食えないよ。じゃあここに味噌を大さじ1加えます。うわー、すごいいい匂いしてきた。うわ、おー、よくわからん味だこれ。醤油入れようかな、醤油散れました。あー怖い匂いがする、すごい。あれ意外とこれあと醤油もう1入れたらすごい美味しいんじゃないこれうまいんだわどうするこれ、美味しくなっちゃった、完成。美味しくなった、すっごいおしゃれな味。ホワイトソースの方からいこうと思います。持てるんで、もうそう思っていただきます。うまいとはないけど、油がすごいから、チーズの油と結構、ごっちゃになっちゃう。いけなくはないけど、これじゃない。ミルクチョコ、ミルクチョコだ。うわぁ、チョコだ。うん。こっちよりかは、あ、チョコの風味を残しつつ、いい感じのソースになってる。両方、後味がすごい美味しい、ソース。ただ、和牛じゃない。これは塩が一番うまい。今度ね、ステーキの方、いただきます。待って、うまっ。うそやん。めっちゃうまい。びっくりしちゃった。ステーキめっちゃうまい。
やっぱ和牛の油と喧嘩してた。うん。いや、シャプスティ。ちょっとうますぎてびっくりしてた。まあ、ただ一つ言えるのは、チョコ入れない方絶対美味しいですね。ありがとう、ありがとう、見てくれてありがとう、もっとずっとこれからもよろしく。